シーズン17が始まって1週間が経ちました。シーズン17はどうですか？ぜひ感想をコメントしてください。今回はツイッターでシーズン17の感想とあるあるを聞いたので厳選したものを紹介します。ほな行きましょう。クレーバーよりエルスター。皆さんはケアパケ拾いに行きますか？今シーズンからケアパケ武器入りしたエルスター。シーズンが始まる前はエルスター?また使われない子になるのかなぁと少し残念がられていましたが、今では全員を魅了するキラキラ光るアイドルになりました。4発当てれば紫アーマーが割れるし、貫通能力があるのでまとめてダメージを与えることもできます。さらに LMG ですので近距離なら弾をばらまいとけばまあまあ当たります。こんなにも強くなったエルスターは全員が推していますので絶対に拾いたいです。ですのでケアパケが近くに降りたらエルスターを求めてガン出します。ですがそのケアパケで出現したのはクレーバーもかなり強いです。一発当てれば戦況をひっくり返せるのでかなり強いのですが、エイムに自信ない人はどうぞどうぞと譲りがちです。パーティー全員が自信なかったら譲り合いが発生します。こうなったら地面に埋めるコマンドとかあればいいですが、ないです。ですので今のケアパケはクレーバーよりもエルスターの方がいいなと思う時がかなり増えました。ですが言いたいです。それでもやっぱエルスターは眩しいから近距離の時敵を見失いがちです。ですのでもう少し光を抑えていただきたいと。訓練所にはまる。これは皆さんも同じじゃないでしょうか。シーズン17で射撃訓練場がかなり変化しました。リョウタロウにモモタロスが憑依した時の性格くらい変化しました。電を知らないとわかんないですね、これ。まあ、かなり変化したということです。昔の射撃訓練場はこんな感じです。1週間ぐらいしか経ってないのに、なんかもう懐かしいです。ここから今のを見ると、全然違います。まず、広さもですが、奥に建物があります。前の訓練場は建物がない殺風景な感じでしたが、今では建物がたくさんあり、友達と室内戦をしたり、ドア前で攻防戦なんかもできます。そしてタイマン場も用意されています。かなり広いので、いろんな動き方ができますね。前までは岩1個挟んでやるだけだったので、タイマン好きからしたら、ここだけで半日は持つのではないでしょうか。そして運営は遊び心も忘れていません。訓練場の至るところにネッシーが散りばめられています。皆さんは全てのネッシーを見つけましたか？僕はまだ見つけていないので、近いうちに自力で全部探してみたいなと思っています。武器の配置も、今では武器が飾られている。なんか、ショールームに置かれている感じがして、僕はこっちの方が好きです。前みたいな武骨に置かれているのも好きですけど。ただ、今はなぜかよくわかりませんが、武器に見知らぬスキンが装着されているのもあるので、いちいち変えないといけないですね。こんな楽しい訓練場、友達と喋りながら怠慢なんかしてたら、あっという間に時間がなくなると思います。ですので僕も、今から友達を誘って怠慢でもやろうかな。ああ、僕フレンドいないんでした。ラウンド1終了時に残り舞台17。シーズン17でランクシステムが大きく変わりました。皆さんは新しいランクシステムはどうですか？世間だと今までのランクで一番簡単に上がるとか、大会開く側はシーズン17のランクシステムは無効にした方がいいなどなど、あまりいい感想は聞かないです。RP は廃棄され LP になったということは知ってると思います。まあ多分わかってると思いますが、LP とはライフポイントではありません。ラダーポイントです。攻撃されてもティニニニニニニニンって言わなくても平気なやつです。消費ポイントがどのランク帯でも同じになり、キルよりも順位が大切ですので、10位以上までイモってればマイナスになることはありません。ですので多くの方が生き残りたいと思っているので戦いません。その結果、今まででは考えられないくらい舞台の減りが遅いです。今まではラウンド2が始まる頃には10から15舞台ぐらいが残っていましたが、今では17舞台18舞台は生き残っています。初動でキルログが全く流れないなんて試合もあります。近くで敵が戦っているから魚フローではなく、10位までは息を殺せ、そこからが本番だという感じになっています。 Twitter か YouTube のコメントか忘れましたが、敵に銃を撃ったら味方に殴られたという経験をした方もいるらしいです。別にイモるのも戦術ですので悪くないですが、味方に強制はしない方がいいかもしれません。今シーズンはランクポイントの減りが少ない、ポイントも簡単に稼げるから楽ということで、シーズン17のマスターは無価値ともう言われているそうです。 NRG のスイートは0キル0ダメでプレデターに到達したということで、いろいろチャレンジしてみるのもいいかもしれません。僕も今シーズンは視聴者さんたちとシーラ1本でマスターに行こうと思っています。超ミスったんですけど、よし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 、ワンやりワンやり、鬼の格殺、鬼の格殺、鬼の格殺、よし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 、助けてこっちに
援護できない、ごめん援護できない。援護できない、くっそ援護できない。鬼の格殺、鬼の格殺、よし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 。なんかキルリーダー、なんかキルリーダーになった。ナイス。いやいつでもいいよ。いやフラグないのか。あ、フラグ食らった。おい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 、どうした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 。ありがとう。アンチガイデュエルスタート。最近よく遭遇するらしいです。生き残れればランクが上がるということは、どんな方法を使っても順位を上げようとする方も出てきます。それで一番効果的なのはアンチガイムーブです。アンチガイムーブとは、アンチの外、つまりストームダメージを食らいながらレプリケーターを回って回復を作り耐える立ち回りです。ストームの中に居座る人はいないので、時間が経てば勝手に順位が上がる戦わずして勝つ戦法です。ダメージを食らいながらも順位が確実に上がるのを見て、このダメージが気持ちいいと感じている被弾みたいな人もいるそうです。それはいいですが、アンチガイムーブが流行ってしまっているので、1マッチの中にアンチガイムーブするパーティーが増えてきています。そうなったらどうなるか分かりますか？アンチガイでブレイキングダウンが始まります。アンチガイするためには回復を多く持たないといけない。武器なんか持ってたら弾が必要ですので、弾のせいで回復が持てません。ですので武器を持たず回復のみでアンチガイに行くため、攻撃手段が殴る以外ありません。なぜアンチガイでブレイキングダウンしているのでしょうか？僕はまだこの領域まで行ってないのでよく分かりませんが、皆さんはしていますか？気になるところです。まあ確かにこれをやれば確実に上がります。ですので今シーズン確実にポイントを盛る方法は、武器を持たない、アンチに入らない、この2つを守っていれば大丈夫です。そしてこの話をした上で、シーズン17で最適な武器構成、バッグの中身を紹介します。こちらです。こちらがシーズン17の結論です。皆さん普通に戦いましょう。ブロンズ帯に流れる赤い彗星、皆さんの今のランクはどのくらいですか？シーズン17は最初の10試合は認定戦というものをしなければいけません。それをやって適正なランクに割り振られるようになっています。ということは、最初は全員1から、いや0からスタートするということです。こうなるとどうなるか分かりますか？毎シーズンプレデターの人がブロンズ帯にも侵入してくるということです。勝てません。正直に言います、勝てません。1週間経った今はもう見かけなくなりましたが、シーズン開始直後はブロンズ帯にもかかわらず赤い彗星、紫の彗星が何個も流れていました。この赤い彗星はシーズン16でプレデターだった人、紫はマスターだった人がもらえるエーペックスから「君強いね」と言われた人物です。これを手に入れている人はエイムはもちろん、動き方も常人より頭1個、いや性能が3倍違います。ちょっと頭を覗かせただけで体力をがっつり削られ、回復している間に味方がダウン、回復し終わったと思ったらなぜか部隊が壊滅しています。何があったかわからないポルナレフ現象です。これが嫌でちょっとランクから離れてた方もいるかもしれません。1週間経ったので今はランクをやっても猛者は少なくなっているはずです。まだいますけどね、本当は。ガンゲームか、ちょっと動画見よっと。これすごい共感したんですけど、皆さんはどうですか？今の Apex はカジュアル、ランク以外にミックステープと呼ばれるコントロール、シーデス、ガンゲームの3つをローテーションしているモードがあります。コントロールは3つの拠点を2チームが取り合うモードで、チームデスマッチは2チームが争い先に50キルしたチームの勝利です。そしてガンゲームは4つの部隊に分かれて敵をキルするたびに武器が変わり、最後に投げナイフでキルしたチームが勝利です。ルールだけ見ると3つともすごい面白そうです。ただこのミックステープ
テープをやるときって大体がランクに行く前のアップだったり、一試合やりたいけどカジュアルやランクみたいに気を張りたくないみたいな方が多いです。コントロールとチーデスは常に戦えるのでいいですが、ガンゲームはちょっと中だるみしませんか？特にスナイパーあたりになると、あのマップの狭さで敵が3チームいると気持ちよくスナイパーを撃つのが難しく、近距離戦に持ち込んだとしてもスナイパーだからまあ当たらないです。近づいてジャンプして威嚇し合うゲームになります。そして最後のナイフも当たらない時はとことん当たりません。ナイフじゃなくて待ち針でも投げているのかと思う時があるくらい当たらない時があります。その記憶があるので、ちょっと一戦だけエーペックス触るか。え、今ガンゲームか。じゃあちょっと動画でも見て時間潰すかという感情になります。ガンゲームは他の2つと違って1人が強ければ勝てるゲームですので、面白い時もありますが、正直言って分けてくれたら嬉しいなと思う時もあります。バルスティックのウルト使用中は主人公だと錯覚する。これ皆さんも気をつけてください。新キャラのバルスティックはウルトを使うと弾が無限になり、リロードが速くなり、足も速くなります。弾が無限になり、リロードが速くなる、ここまではいいです。問題は足が速くなること。戦闘中に足が速くなったら陥ってしまいます。オクタンの興奮状態みたいに、オクタンの興奮剤を刺すとキーマウなら W、 コントローラーならスティックを前に倒したっきり動かすことができなくなります。これはエーペックスの七不思議の一つに数えられています。バリスティックのウルトを使用したら足が速くなって敵にどんどん突っ込んでキルしに行くんだと興奮しちゃいます。ですが足が速くなったということはエイムしている時にブレやすくなっているわけです。つまり弾を敵に当てにくいです。ウルトを使う前の脳内シミュレーションだとバチバチに弾を当てて3立てしてヒーローになっていますが、実際は当てられません。ですので無駄にダメージを負い味方に心配されてしまいます。バリスティックのウルトを使ったとしても脳汁を出さないで冷静に素数でも数えながら落ち着きましょう。といった感じでシーズン17をプレイした人が経験するあるあるでした。シーズン17はランクなど結構言われていますが、個人的にはとても面白いシーズンになっています。ランクもあと1ヶ月後には調整されると思いますので、今のうち高ランクに行っておきましょう。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おり